虫、白米を焙煎した、玄米茶の元、玄米茶の元は蒸し、白米を焙煎したもので、玄米茶の一原料である、玄米茶の元は、白米を蒸して焙煎したものである。玄米茶の元は、玄米茶の原料として、穀物加工会社や製茶工場などで製造されており、主な流通流とはお茶の販売店である。お茶の販売店は、仕入れた、玄米茶のもと、緑茶を混ぜ、 玄米茶として販売する。また一般消費者向け商品もあり、消費者は自分の好みに応じて緑茶とブレンドするほか、直接食したり、他の食品にトッピングして利用する。大正時代に創作された玄米茶が市場に流通するようになるに従い、玄米茶のもととして専門に作られ始める。はじめは原材料に玄米を使用していたが次第に白米を使うようになる。 玄米茶の製造工程は浸水孵化す洗浄。乾燥焙煎玄米茶の品質保持のため白米を使用する。玄米は胚乳の外側を抜かそうが非常に覆われた状態のものである。玄米を浸水し、ふ化すと熱によって胚乳部分から抜かそうが分離。その後の洗浄で抜かそうの多くが剥がれ、分離した状態で乾燥、焙煎が行われると非常の抜かそうと 廃乳の焙煎状態に差が生じる。ぬか層は薄い膜状で廃乳部分より熱が入りやすく焦げが発生する原因となる。その結果、玄米を使用した玄米茶はお茶が濁ったりぬか臭さ,さが生じることが多い。そのため玄米茶の品質保持のために仕上がりの安定する白米を使用する。玄米茶の元は原料に白米を使うことが多いが、 下記に示すように、一般消費者に対し混乱を与えない場合は、商品には使用されてない原料などを商品名に付すことがある。長い期間にわたり、慣習的に品名が使用されている場合、一般消費者に周知されている場合、玄米茶の素が白米を使用している事実はお茶の販売店においても、認識が薄いため、一般消費者においても、 ほとんどの玄米茶の元の原料が白米であるということを知らないことが多い。玄米茶を利用する一般消費者が玄米茶を購入する理由の一つとして玄米茶によって玄米中に含まれる栄養素が取れるから健康に良さそうなどのベネフィットを期待して引用しているケースが多くなっている。商品名が玄米茶の元や玄米茶であってもを使用しているため 原材料名欄へ、玄米と表示すれば、新食品表示基準に違反することになる。そのため、パッケージ会社などでは、一括表示作成の際の注意喚起が行われている。消費者庁により、新食品表示基準が2015年に遵守が義務付けられた。経過措置期間が設けられていた、加工食品についても2020年4月から完全施行されている。 玄米茶の原材料名表示、株式会社、吉村、ありがとうございます。